11月17日日曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージは、はい、こちらです。こちら美哲学、今回はですね、なんか美しいものに触れてみましょう。あなたにとっての美しいものでいいんですよね。みんな人によって価値観とかいろんなものは違いますから。で、その美しいものに触れるっていうことは、ワクワク、心がワクワクしたりします。で、それは心が緩むことになります。心を緩ませていきましょう。今日のワンポイントメッセージは、美でした。それではまた。